こういうところにあれですかね、多分階段をつけて上から矢で攻撃とかするんですかね、きっと。これもう一回一からやり直した方がいいような感じ。あら、リス大丈夫？向こうの攻撃渡るんだ。え、でもこれどうやって開ける？開け方わかんない。しかもリース死んだし。ああ、壊されちゃったよ。あれ、でも一気に死んだ。門の開け方がわからないんで。あれ、まだいる？いやレン君、帰ろう。あ、まだいる？さて、じゃあちょっとアップグレードしてみますかね、柵を。建築で、エリートモードアップグレードで、ここはさらにアップグレードとかはできない。この門はアップグレード、あ、リペアしたのかな、もしかして今これ。リペアはしなくていいんだけどな。アップグレードして。アップグレードした？できない？さらにアップグレード。お、なにこれ。よし、とりあえずじゃあ作ってもらいますか。あ、どんどん出来上がってるかな。ああ、ちゃんと配置されてますね。
これは何だろう。ライフ1ですよ。これはまずいですよね。お、とりあえず門が治ったみたいですけど、これあ勝手に開いたり閉じたり。でこのあ、待てよ。お、完成する。じゃあこっち側に、こっち側門のこっちとこっちもう一段階。エディットモードでこれを、あ、革紐が足りないかな。革紐が足りないんだ。じゃあ革紐を作ってもらわないといけないから、資源を変更して革紐を、リースに作ってもらって、初めからちゃんとこう拠点とかじっくりゆっくり一歩ずつ強化してやるべきでしたね。後の祭りですけど。いや、ほんとでかいのどうやって倒すんだろう。単純に今の武器だとダメなのか、それともダメージを与える手段があるのか。施設はアップグレードできないのかな。あ、できないんだ。あ、家はできる。革紐が足りないですね、とにかく。これはどう、英語だけど、革紐ができたっていうことですね。
施設が完成したのかな。ああ、だいぶいい感じになってまいりましたね。素材は大丈夫。クラフティング4つ作ったってことかな、革ひも。これでまた作業がはかどるけれど、もう少し作り続けてもらいますかね。革ひももう少し必要なんで。と時間を早めてみましょうか。これで4時間早めて、これまず施設は外壁は大体出来上がったんじゃないですかね。じゃあ次はこれを作ってもらって、足りるかな？ジンくんに作ってもらっ、いや、何か足りないっていうことだな、これきっと。赤色だから。何が足りないんだろう。いや、足りるはず。スキルがないとか、もしかして。材料ではなくて、これ以上のアップグレードには、達人ではなくて、熟練者ではなくて、達人じゃないと、やれないとかかな。なんかそんな感じがしますね。門をじゃあもう少し、これも。
素材は足り、いや、革紐がないのかな、やっぱり。あ、じゃあ、材木がないってことか。材木がない。材木か。じゃあリース君に革紐ではなくて、材木。作ってもらって、でその間ジン君に何をさせるか。火事で武器とか防具作れない、作ってくれないんですよね。スクラップの剣。作れないかな。時間を進めてみますか。一応向かっていってはくれてるけど、作ってくれるかな。いやでも作業はしてない感じ。また時間をちょっと進めて。材木、あー、武器を取れ。これどうせでもまた門壊れると思うんですよね。あ、大丈夫かな。これあんまり意味ないような気がする。はい、それを言ったらあれだけど。いっぱいいるな。しかもなんだろう、なんか建物建てたせいかわからないけど非常に重くなりましたね、フレームレートが。
早めに片をつけて戻らないと。一旦帰ろう。あれ、戦う？帰った方がいいんじゃないか。これはいやいやいや、敵帰ろう、リース帰ろう帰ろう。よし、帰ろう帰ろう帰ろう。あれ、引っかかって、まだいる？リース、リース、そっちじゃない。ひか、ジン。こっちこっちこっち。あ、まだいる？もうやめてくれ。もう無限脇みたいになってる。帰ろうぜ。リースがいないけど、リース大丈夫かな。だから、人の心配してらんないもん。帰る。あれ、お前いつの間に帰ってた。天候イベント終了。ふぅ、寒ぅ。まだ足りないよね。あっ、完成してるじゃん、銅の剣。いやー、もっとちゃんとこういうの作っ
あれなのかな、施設作ることによって作業の邪魔が入らないとか、外壁を作ることによって、今まで全然作ってくれなかったんですよね。とりあえず完成したんで、OK、レベル2で、じゃあこれはしまって、で、材木は今どんな感じですか？ 1、2、3、3個全然足りない。あ、ジンくんもう剣はいらないから、違うものじゃあなたにお願いします。違う。じゃあ次はですね、鎧をお願いします。あ、スクラップの件できたって今来ましたけど、ちゃんと作ってくれるかな。おお、かっこいいじゃないか。あー、かっこいいし、なんかこう徐々にこう出来上がってきてるだけに、先ほどの脂肪が非常に痛いですね。残りライフ1っていう状態が非常にもったいないというか。材木を、またリース君に、あー、やっぱ作ってくれないかな。ジン君なんか遊び始めちゃったけど、何かが足りないのかな。来るんですけどね。いや、ダメだ。作る気ないみたいですね。何が足りないんだろう。でも一応インゴあとはそれなりに確か作成、あ、2個しかない。あ、でも、1回インゴット取り出して、これ足りないのかな。こう6個じゃ足りない、もしかして。じゃあもうちょっとインゴット作ってもらって、ここで、ここをね、何個必要とか表記してくれたらだいぶ助かるんですけど。じゃあ銅のインゴットを、そうですね、こっちは達人の鍛冶のスキルじゃないとダメなんで、銅のインゴットを作ってもらって、ちょっと4時間ぐらい進めて、
これで何個か増え、ああ増えてない。まだ足りないか。なんだろう夜は作業してくれないとかそういうのがあるのかな。あ、1個増えてますね。10個ぐらいになったらちょっと試してみますか。9個。あ、間違えた。こっちだった。材木は着実に。あと1回ぐらい。いやー、なかなかできないですね。あれ？これもしかして備蓄のボックスにも制限があるとか、これ以上もう入らないとか。なんかありそうな感じするんですけど、大丈夫かな。いらなそうなやつ。あ、松明こんなにいらないですね。取り出して、あ、な、一個枠が湧いた、あの、開いたっていうことは、これは備蓄のアイテムボックスにもやっぱり入れられる容量の制限があるっていうことかな。ちょっとじゃあこの辺いらないもん。あ、それでもしかしていくら頑張って作らせても前できなかったのかな。汚れた木材もこんなに。いやいやいや、全部この辺にも捨てちゃって、松明も捨てて、
汚れた死骸もこんなにいらないですもんね。汚れた死骸、いやー天気が悪い。でこの辺で、よし OK。ちょっと天候イベント、これでとりあえずアイテムボックス少し空きができたんで、ちょっと作らせてみますか、鎧を。インゴットも多少溜まってますし、でこれでジン君に、ですね、あ違う鎧をですねお願いします。作ってくれるかな。あ、でも、いやー作業してるかなこれ。であとは材木なんだけれど、あ、まだ全然足りない。しかもこれ厄介なことにですね、これ材木1個で1つのスペース使うんですよね。いかがなものかと、これは。とりあえずじゃあ、この辺に、大変だな。こういうのも薬小屋で汚れた材木とかやったらいいんですけど、それやってると今度他の作業進まなくなっちゃいますもんね。あ、あと湿布薬取り出しておきますか。これで、うん、まあなんとかで、ちょっと時間を4時間ほど進めて完成しないかな。完成してくれてれば助かるんだけど、
時間。いやー、完成しないですね。とりあえずインゴットが今11個あって。何か足りないのかな ?11 個でも足りないとか?ジム帰ってきちゃったよ。はい、ではですね、ちょっと時間がちょうどいいので長くなっちゃいましたけれども、この辺で。終了にしたいと思います。で残りライフ1なんで、ちょっと拠点周りの見直しとか強化ですね、あと武器防具、その辺を整えないとダメですね。これはで最悪やり直すしかないっていうのもちょっと視野に入れてやっていかないとあれですね、今後は。はい、ではこの辺で、失礼します。ご視聴ありがとうございました。